ののなだ今回はバインドサイファーの簡単な解説なのだまずは守りからなのだバインドサイファーで大事なのは毎回セットアップを変えることそしてたまには A に行くことなのだバインドは特に一強なワイヤーもないしどれも強いからいろんなのを覚えとくのだ特に B サイトはめちゃくちゃあるのだ今まいって5倍速で適当にいろんなワイヤーを紹介してるのだあとバインドは TP ローテがあるから。 サイファーは相手がエントリーするまでは寄っちゃダメなのだ味方に寄ってもらって自分は残るのだサイファーなら急なラッシュでも止めれるのだカメラの紹介なのだ4つあるのだ1個目はここに乗るあとは一番左の鉄板にくっつけるだけなのだこれミスってるのだロング見るカメラだけどもっと綺麗につくのだあとこれはリテイクカメラなのだかなりバレにくいゆえいろいろ見れて強いからリテイクの時とかに使うと強いのだ 3つ目はフッカーとロング両方見る系のカメラなのだ普通に便利なのだ4つ目はカウンターセット用なのだここのトタン裏に開幕つけるのだこれ相手にめっちゃバレにくいのだこうやって通過が見れるからこれを使ってレイズとかにグレキーキーしてもらったりするのだかなり刺さるのだあとこれはワンウェイケージなのだここの角に立って特に目印がないんだけどこのあたりにエイムを合わせるのだ ちょいシビアだだけど割と簡単なのだそれでさっきのカメラか何かでフッカー入ったの分かった瞬間にワンウェイで一歩的に倒すのだこれめっちゃ強いのだ相手からは何も見えないのだおすすめなのだ A もワイヤーが結構あるから毎回変えるのだ結構おすすめなのは設置するやつが引っかかる形のやつなのだ最初に3回は刺さるのだ引っかかったら即抜く意識をしっかりしとくのだ A は壊されるの早くて映る時間そんなに長くないのだあとはサイファー A がバレると警戒されるからなるべくバレないようにするのだ A はどうしても止まらない時と初見殺し用のものと思った方がいいのだだから基本はカメラは B に置くかリテイクカメラにすると良いのだリテイクカメラはシャワー前とランプの好きな方を使えばいいと思うのだシャワーの方は木箱とランプが見えないのだランプの方はトリプルとトラックが見えないのだ一長一短なのだ シャワーのワンウェイは角に立ってフィンのあたりにエイムを合わせて乗せるだけなのだこれは別にそこまで強くないけどどうせならと思ってワンウェイにしてるのだ攻めのワイヤーは恨みに2本使うんだけどワイヤーを置く位置に注意なのだここは看板が絶妙に邪魔なせいで超えるのが至難なんだけどキャラコンを負ければ越えれるのだ他にもこのあたりとかはオブジェクトが多いから置く場所がオブジェクトに近いとこんな感じで越えられちゃうのだ だからそのあたりの距離感を置くときは気をつけるのだあとはワイヤーをかわして裏に来れるルートを作らないことなのだたまに遠回りすれば裏来れるようになってる人いるのだ最後に攻めのカメラなんだけどフッカーとかのクリアリングに使って即回収サイト入るときは必要なラケージだしつつ復活したカメラでエルゴを見るのとか強いのだあとはスパイクに置いとくのとかもいいのだ今回はこんな感じなのだそれでははぎュー